聖ステファノの日は、キリスト教における、生命祝日の一つ。最初の殉教者聖ステファノを記念するものであり、聖法教会では12月26日に、東方教会では12月27日に祝われる。もっとも、多くの東方聖教会は、ユリウス歴を採用しており、その場合は、ユリウス歴の12月27日に、聖ステファノの日を置くことから、 現在標準的に使用されるグレゴリオ歴では1月9日になる。西方教会の教派では、聖ステファノの日は、交端節の2日目に置かれる。ドイツ、アイルランド、ルクセンブルク、アルザスロレーヌ、オーストリア、イタリア、バレアレス諸島、カタルーニャ、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、スイス、ポーランド、チェコ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、 クロアチア、エストニア、モンテネグロ、ルーマニア、セルビア、スロバキアの祝祭日である。オーストラリア、カナダ、イギリスといった国々では、同じ日がボクシングデーとして、やはり祝祭日になっている。セーステファノの日のランボーイズ・アイルランドでは、この日は年に9つある、祝祭日の一つである。アイルランドもではこの日は、ラフ・ハイルスタイファン、または、ラン・ドレイリン、 英語では en, レンデ d またはデイオブザレン、レ lens, l つまり味噌サザイの日と呼ばれる。これは味噌サザイにまつわるイエスの生涯の中のエピソードに関連づけられたアイルランドの伝説をほのめかしている。人々は古着を着て麦わら帽子をかぶり味噌サザイの飾りを持って家々を回り踊り歌い音楽を奏でる。この伝統は 次第に捨れつつある。地域によって彼らはランボーイズやあるいはママーズと呼ばれる。ゴールウェイ県、ニューイント・ケリー県、ディングルでは毎年この日にママーズフェスティバルが開催される。多くの人はイステファノの日には家族に会ったりパントマイムを見に劇場に行く。ウェールズにおけるイステファノの日は毎年12月26日に祝われるウィル、サンステファンとして知られている。 19世紀に途絶えた古代からのウェールズの慣習は、家畜の出血やホーミングの枝で、浅寝棒や女召使いを打つことを含んでいた。この儀式は、幸運をもたらすものとされていた。12月26日の聖ステファノの日は、カタルーニャの伝統的な祝祭日である。クリスマスの直後に祝われ、カネロンを含む大きな食事を用意する。この料理には、 前日の食事で出たエスクデージャや七面鳥、あるいはカポーの残り物の肉が詰められている。セイステファノの日は、1918年のフランスへの併合以降も現地に残るドイツ由来の文化遺産である。ステファニータークは、主にオーストリアのカトリック教会における祝祭日である。ウィーン大司教区では、聖家族の祝祭であるクリスマスの8日間の期間中でありながら、 守護聖人聖ステファノの日が祝われる。バイエルン州周辺地域と同様に儀式乗馬や馬たちの祝福、あるいは石打ちと呼ばれる礼拝出席後の若い男たちが祝って行う酒飲み儀式といった非常に多くの古代の慣習がこの日まで続く。12月26日はドイツとチェコ共和国ではクリスマスの2日目として祝祭日になっている。聖ステファノは セルビアの守護聖人であり、かつての中世セルビア国王の多くは、ステファンと名乗っていた。セルビア正教会がユリウス歴を採用していることから、聖ステファノの日は1月9日に後ろ倒されている。聖ステファノの日は、セルビアの祝祭日には含まれない。聖ステファノは、ボスニア・ヘルツェゴビナの地方行政区画の一つ、スルプスカ共和国の守護聖人でもある。 1>, 1月9日の聖ステファノの日は、スルプスカ共和国の日あるいは共和国記念日として祝われている。宗教的な祝祭というよりも、独立した1992年の記念行事としての意味合いが強い。この日に関連付けられる最もよく知られた伝統は、ステファノの日のソリスベリである。これは、馬に引かせたソリスベリであり、前日までのクリスマスの日々の静かで経験な、 雰囲気とは、打って変わって、陽気な反りがいくつも村の通りで見られる。その他の古い伝統は、歌手やクリスマスの装いをした人々のパレードである。一部の地域では、これらのパレードは、未来の花嫁の品定めも兼ねていた。ステファンの日は、結婚式の日程としても人気がある。これらの日々に関連した伝統は、ステファンの日のダンスであり、レストランやダンスホールで開かれている。 ありがとうございます。